皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日は日本の宇宙開発の歴史解説その39をやっていくわ。もう39回目か、50回目が見えてきたな。50回目になったらマリサから記念のプレゼントがあるって本当？期待には応えられないな。期待して待ってるね。永遠に待っててくれ。さて、2002年9月に打ち上げた H2A ロケット3号機からおよそ3ヶ月後に4号機の打ち上げを行うわ。3ヶ月後ってペースが早いな。できれば毎秒打ち上げてほしいんだけどね。種ヶ島住民の安眠を妨害するつもりかよ。心地いい振動と子守歌代わりの音響でよく眠れるはずよ。んなわけあるか。そんな4号機には4機の衛星が搭載されるわ。4機も乗せてるのかよ。メインの積みには環境観測技術衛星緑2で太陽光パネルの破断で運用を終えてしまった初代緑のリベンジ機&後継機だね。リベンジか、今度はうまくいくといいな。期待には応えられないわ。え？他の3機は相乗りの小型衛星で、日本の大学として初の衛星である千葉工業大学が作ったクジラ生態観測衛星のカンタ君、ナスダが小型化技術の向上と開発期間の縮小、若手技術者に研究実証の機会を与える目的で作ったマイクロラブサット1号。オーストラリアが衛星開発技術を向上させるために作ったフェドサットの計算機ね。聞いたことあるのはこの前やってたしくじり宇宙企業に出てきたマイクロラブサットくらいだな。一つずつ簡単に解説していくと、まず千葉工業大学のカンタ君は宇宙からクジラの生態を観測する衛星でクジラの行動範囲を追跡して生態を解明するために開発されたわ。へえ、クジラを追跡する衛星なんてあるんだな。でもどうやって宇宙からクジラを観測するんだ？クジラに水温、水圧、音響、地磁気、GPS 受信機、送信機を搭載したプローブを取り付けてデータを収集して、クジラが呼吸のために浮上したタイミングで宇宙にいるカンタ君がデータを受信して地上管制センターがある千葉工業大学へ送るというシステムになってるわ。クジラに観測機器を取り付けるってロープでくくりつけるのか。取り付け方法は吸盤でくっつけたり接着させたり埋め込んでみたりといろいろ検討されたけど、途中で脱落したり皮膚の新陳代謝で剥がれたりする恐れがあったから、日本鯨類研究所のアドバイスのもと、こういう小型のピンを挿入して固定することになったわ。うわ、なんか痛そうな形してるな。途中で脱落しないように脂肪層の下にある強靭な筋膜まで挿入して、先端がおよそ37度ある筋肉に達したところで形状記憶合筋が広がり、それが開始となるわ。クジラの筋肉って温かいんだな。そうね、それを利用するために開始の部分は30度以上で広がるようになってるわ。でもこんなのをぶさしたりしてクジラが死んだりしないのか？もちろん生態系に影響を与えない工夫もされてて、小型ピンから細菌が入って感染しないように東京女子医科大学から医薬品について助言してもらってて、返しの付け根に抗生物質を入れておいて挿入後に染み出すようにしているし、生態適合性を考慮してチタンニッケル合金を使用し、挿入部の組織が壊死しないように返しの形状や本数を工夫して面圧を減らしていたり、小型ピンの大きさやピン取り付け位置などを決めるために鴨川シーワールドに協力してもらってるわ。いろいろと配慮してるのか。一方、データを受信するカンタ君の方は、宇宙での温度や放射線に対して耐性が確認された民生部品を効率よく使い、50センチ四方のサイズで重量50キロ以内を目指して開発されていたわ。なんかそういうサイズ縛りがあるのか？これは1993年に行われた第一回衛星設計コンテストに応募するためで、その応募条件に合うように設計されたわ。ちなみにこのコンテストのサイズと重量の条件はフランスのアリアンロケットの相乗り打ち上げを前提にしたものね。なんでアリアンロケットなんだ？当時打ち上げを担当するアリアンスペース社が相乗り衛星を安価で広く募集していて、そのサイズと重量が将来的な小型衛星の基本になると考えられたからよ。先を見据えたってことか。あんまり小型軽量すぎると機能面が乏しくなって衛星を開発する目的が薄れてくるし、大きすぎると大学では無理になってくるしね。なるほどな。カンタ君はコンテストで電子情報通信学会賞を受賞して設計開発に弾みをつけていき、受賞から5年後の1998年に緑2を打ち上げる際の相乗り衛星として認められて、初の大学衛星打ち上げとなったわ。初ってすげえな。次にマイクロラブサット1号機を解説するね。手短にな。その期待には応えられないんだけど、マイクロラブサットはカンタ君と同じ50キロ級の衛星で、大きさもさほど変わらないもので、
若手技術者への実践機会を提供するために開発されたわ。若手技術者ってそんな言うほど開発に関われないのか？っていうよりこれはナスダの問題よ。どういうことだ？これを解説するには少し時代を遡らなきゃいけないんだけど、1960年代当時の日本には国策の宇宙機関として宇宙開発事業団があり、東京大学の一機関として宇宙航空研究所があって、NASDA では実用衛星を国内開発や国産ロケットの開発を通じて産業の育成や国家の宇宙利用を進めていくのに対して、宇宙航空研究所は学問追求のための科学衛星を開発したり打ち上げのためのロケットを開発していたわ。一応の住み分けができてるんだな。宇宙航空研究所は学問追求の大学機関だから教授職がたくさんいて、小型探査機をメーカーと共に研究開発していくのに対して、宇宙開発事業団はロケットや人工衛星を国内メーカーと共に研究開発していき、大型加工性能化していくのが目的だったから、最初のうちはロケットの性能が低かったこともあり、比較的小型の人工衛星をメーカーと共に設計開発していたんだけど、時代が進むにつれてロケットの性能が上がり、衛星も大型化していき、メーカーも自前で設計開発できるようになってきたことから、人工衛星の設計開発をメーカーに任せるようになり、ナスダ職員は開発管理業務に重点を移していたわ。そうするとナスダ職員の実践機会が減り、設計から打ち上げ運用までの一連作業の経験不足などで若手技術者への技術継承問題が露呈したわ。そういうことか。マイクロラブサットは技術継承の場になってるのか。ただそうは言っても、いきなりナスダの若手技術者が設計開発に携わるのは荷が重いから、システム設計と製造を東芝と共同で行い、ナスダの若手技術者は振動試験や熱真空試験などの各種試験、組み立てソフトウェアの設計開発を担当して、2号機以降で少しずつ範囲を広げてより難しいことにチャレンジしていくつもりだったわ。次にオーストラリアのフェドサットなんだけど、こちらはオーストラリアから失われた衛星技術を取り戻すために企画されたものよ。失われたって昔は自前で作ってたのか？オーストラリア国内で開発製造された衛星はこれまで2機しかなくてね。1967年に打ち上げられたオーストラリア初の人工衛星と、1970年に打ち上げられたメルボルン大学のオスカー5以来ね。じゃあこのフェドサットが32年ぶりなのか？そういうことね。失われた技術を取り戻すってマジだったんだな。このためにオーストラリア最大の公的研究機関である連邦科学産業研究機構が本土を取って、4つの民間企業、6つの大学、2つの政府研究機関が参加し、オーストラリア政府が7年で15億円の予算をつけたことから、1997年に正式な計画になり、翌年の1998年に衛星システム共同研究センターが設立されて、12の参加企業と機関が計31億円を提供したわ。つまり参観額で累計46億円が集まったのか。そのうちフェドサットには16億円が投じられて、地球の電磁圏やプラズマ圏の観測通信デバイスの技術実証などをする衛星を開発するわ。その16億円のうち打ち上げ費用っていくらなんだ？ただよ、いい響きね。無料で打ち上げてくれるのか、気前がいいな。もちろんその代わりがあって、観測データを日本に提供する義務を負うわ。物々交換みたいなものか。そして今回のメインとなる環境観測技術衛星みどり2は、先代の地球観測プラットフォーム技術衛星みどりの後継機&リベンジ機となるもので、みどりは海洋観測、緑星観測、オゾン層観測など異常気象の監視もできる大型の地球観測衛星だったし、ナスダがこれまで人工衛星の開発製造を国内で一貫することで自主独立を目指して取り組んできた第一号でもあったけど、宇宙の低温環境において太陽光パドルの可動部が想定の2倍以上も収縮してしまってたばかりに、高温と低温によって膨張と収縮を繰り返したことで疲労し破断したわ。今回のみどり2はそういった原因を分析し、設計に反映しつつ観測機器も一新し、運用体制も見直したリベンジ機よ。次は大丈夫そうだな。これら4機の衛星を搭載した H2A ロケット4号機は2002年12月14日に予定通り打ち上げられ、すべての衛星を予定通りに分離したわ。無事成功してよかったぜ。が、しかし、分離された衛星はそれぞれの軌道に投入されたわけだけど、悲しい運命に陥った衛星もあったわ。どれがその悲しい運命になってしまったんだ？予定通りに運用できた衛星から紹介すると、まずはマイクロラブサットで、
宇宙用のコンピューターって温度差や放射線などに耐性を持たせているのと、出荷量が少ないから性能の割には値段が高いという問題があるんだけど、マイクロラブサットは安価で短期間で開発できる小型衛星を実証するために、高価な宇宙用の代わりに安価な民生用のオンボードコンピューターを搭載しつつ、民生用は宇宙用と比べて高性能だから、姿勢制御や電力管理も担わせることで軽量化と小スペース化にも貢献してるわ。いいことばかりだな。デメリットとかないのか？宇宙用と比べて温度差や放射線に弱いから故障リスクが高いんだけど、32乗超過することで長寿命化しているわ。どれくらい運用できたんだ？設計寿命は最低でも半年とされてたけど、4年間くらい運用できたわ。すげえじゃん。他にも CCD センサーで地球の輪郭部分を検出して、地球の中心部を推定することで今の姿勢を確認したり、これまで衛星内部で発生した熱はヒートパイプでラジエーターに送り放熱していたのを、より効率的にラジエーターへ送るために高温部の内部と低温部のラジエーターの温度差を利用して液体を流すことができる事例振動ヒートパイプを採用して実証試験を行った結果、満足な結果を得られたわ。ポンプを使って流せばいいのにな。ポンプを回すと回転方向に力がかかるから衛星が回転してしまうし、振動や電力消費、電磁波などの問題があるから難しいね。そっか、リアクションホイールみたいになってしまうのか。マイクロラブサットは打ち上げから半年後、2003年5月までに主なミッションを全て終えてもまだ元気だったから、5月26日から応用実験をやったり、子供向けの広報活動などにも使われた後、2006年の9月27日に運用を終了したわ。まさに大活躍だったな。組織統合された後の JAXA 的にも、人材教育や技術実証、広報活動などで大活躍したから、さらに難しいことにチャレンジする2号機を計画して、2008年の打ち上げを目指したけど中止になったわ。え、なんでだ？しくじり宇宙企業番外編で紹介した毎度1号に人的リソースを割くためよ。手取り足取り教えないといけなかったからね。しょうがないね。そういえば、そのために JAXA は各種試験と組み立てに必要な設備やクリーンルームを備えた東大阪拠点を開設したけど、宇宙は金にならないと言われて2014年に閉鎖して、高度な実験設備などは筑波大学が無償で引き取ったという話もあったね。毎度1号は2号機の計画を中心に追い込み、JAXA の設備も追い込んだ風に聞こえるけど、どう受け取るかはそれぞれよ。うまいこと逃げたな。次はオーストラリアのフェドサットね。こちらは打ち上げ直後からオーストラリアが制御していて、ごく一部に観測データの欠落があるものの、ほぼ受信できたわ。ほぼ100点って言ったところか。これまでオーストラリア国内で作られた2機の人工衛星は、どれも発電能力を持たない実験衛星でね、フェドサットで初めて太陽光パネルを張ったから、これまで45日だった運用最長記録を大きく超えて、半年以上も運用できたわ。データを提供してもらえる日本にとっても喜ばしいことだな。ちなみにここの部分って何かわかる？この CD みたいなやつか？みたいなっていうより CD そのものよ。え、なんで CD なんて積んでるんだ？教えてほしければこのヘルメットをかぶることね。ふざけんな、ここまで言っておいてそやないぜ。視聴者の方は YouTube の場合は動画概要欄に、ニコニコの場合はいいねを押すと謎が解けます。まあいいや、家に帰ったら動画を見るからな。汚い、さすが魔女汚い。いいから早く続きをやれ。くっそ。次は千葉工業大学のカンタくんね。日本の大学としては初の人工衛星だっけか。そうね、クジラの生態の謎に迫るために打ち上げられたわけだけど、残念なことに失敗したわ。どうしたんだ、衛星が故障してしまったのか？衛星は計画通りに稼働したわ。じゃあなんで失敗したんだ？肝心なプローブをクジラに取り付けることができなかったわ。ああ、そっちか。打ち上げ前後から何度もトライしてたんだけど、なかなかうまくいかなくてね。クジラに手間取っている間に陸上生物の観測をしていたけど、衛星の寿命が先に来てしまって、当初の目的を達成できなかったわ。宇宙より海の方が難しかったか。ここでの経験や観測データは大学内外で役立てられていき、国際宇宙ステーションから放出された有星観測衛星 S キューブの開発などにつながるわ。いい教育の場になったな。そして、全く笑えない緑通ね。メインの積み荷で初代緑の反省を生かしたリベンジ期だったよな。結果から言うと、リベンジに失敗したわ。どういうことだ？簡単に解説するとね。初代緑は太陽光パネルにあるピンヒンジが低温環境において想定上の2倍以上も収縮してしまい、
高温と低温を繰り返したことで疲労して破断したわけなんだけど、緑2は開発体制から技術審査なども含めてそれらを改善してリベンジに臨んだわけだけど、打ち上げからおよそ10ヶ月後、これまで順調に観測データを受信できてたのに突然できなくなったわ。何が起きたんだ？テレメトリーを受信してみると、緑2が低負荷モードに入ってたわ。低負荷モードってなんだ？最低限の機能だけを残して電力消費を抑えるモードでね。衛星の安全を確保するために衛星自身が判断して自動的に移行するようになってるわ。ということは何か異常が起きたのか。低負荷モードになってると判明してからおよそ6分後、とうとうテレメトリーデータさえ届かなくなってしまい、これ以降一切の通信ができなかったわ。あらま、もうダメなのか。そうね、通信できなきゃただのデブリよ。一体何があったんだ。状況から考えると太陽光パネルのハーネスに異常が発生した可能性が高いわ。可能性が高いわってはっきりとわかってないのか。そうね、テレメトリーデータにこれが壊れてますというような表示がないし、ドイツに協力を依頼して緑2をレーダー観測してみたけど、初代緑にあったような破断事故は見られないからはっきりとわかってないわ。じゃあどうやってハーネスの異常って考えられるんだ。受信したテレメトリーデータには発生電力が 6kW から 1kW まで 100W の倍数で低下していっているのが記録されてて、これはハーネスが1回路あたり 100W だから、状況から見てハーネス異常の可能性が高いと考えられてるわ。そういうことか。でもハーネス異常って具体的にはどういう異常なんだ。短絡と断線が考えられるけど、短絡の可能性が高いわ。なんでだ。断線の場合、太陽光パネルが破断したことを意味するけど、ドイツからの観測ではそれが見られないし、異常が起きた後でも太陽光パネルを通っている信号線は正常に稼働しているから可能性が低いわ。じゃああとは短絡か。本当に広範囲にわたっていろんな短絡原因を検討した結果、ハーネスの温度が想定以上に上がってしまい、被覆が破れ短絡した可能性が一番高いと考えられてるわ。また温度か。ハーネスの被覆は高温時は200度まで耐えられる仕様になっているけど、230度まで上がる日が続いたと考えられていたわ。想定よりも高めと思うけど、安全マージンとか取ってないのか。それだけなら短絡までいかないわ。トリガーとなったのはオーロラ帯の通過でね。その日のオーロラ帯は第4エンジンに愛着がないアメリカ大気庁がいつもより2桁ほど多いと観測していて、そこを通過した緑2のサーマルブランケットにはいつもより多く帯電していて、放電が起こりやすい環境にあったから、サーマルブランケットからハーネスへ放電されたことで発熱が起き、単可動電路を介して発熱を伴う短絡に発展した可能性が高いわ。まあ超絶簡単に言うと、熱対策が甘かったせいで被覆が高温に耐えられなくてダメージを受け、オーロラ帯を通過する際に緑2がビリビリ状態になり、そのビリビリが巡り巡ってダメージを受けた被覆から別回路に短絡したってわけね。初代緑も熱対策が甘かったことが原因だったよな。そうね、2期連続で太陽光パネル関係の熱対策が甘かったことになるね。もう日本では人工衛星が作られないかもしれないな。それはないわ。なんでだ。もうすぐ誰の目にもはっきりとわかる大きな事故を VIP の前で起こすからよ。何かあったか。この打ち上げは4号機だけど、 H2A ロケット6号機がセンシティブな荷物と一緒に海のモズクになるわ。モズクじゃなくてモクズだろ。ちなみに5号機なんて存在しないから、次回は6号機の解説をするわ。嘘つくなよ、ウィキペディアにも5号機の記載があるぜ。その記事を書いた人は今頃どこの炭鉱で働かされてるんだろうね。日本はソ連だったのかよ。わーわー言うとりますが、お時間です。このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。